再開される国交正常化交渉をめぐり、外務省を中心に交渉の主導権争いが繰り広げられているという。今まで積み重ねてきた相手を刺激しない日朝交渉路線を踏襲しようとする田中アジア大洋州局長と鈴木交渉担当大使、これに対し拉致被害者の帰国交渉で活躍した佐伯参事官は強硬路線を主張。さらにそれを被害者家族が信頼を寄せている中山内閣参与が後押ししている。また官邸でも安倍官房副長官が佐伯参事官を高く評価していると言われ、世論の支持もあり強硬路線派が優勢か。向こうの出てくる人たちはそこでしくじると本当に殺されちゃうかもしれないんですよ。命かかってんですよ。だから今日はあの鈴木大使にもね言ったんですけれども、命かけてやってきてくださいよと、相手は命かけてるんですからっていうふうに申し上げたら、なんかふぅっつって震え上がってましたけれど命をかけて交渉に臨んでくるであろう北朝鮮側に対して、日本はどこまで踏みとどまることができるのか。ちなみに交渉に臨むのは全員外務官僚である。どういうふうなことが期待できるのか、外務省の中でもだいぶ二派に分かれてきているような動きがあります、ね、行かれるのが責任者が鈴木勝成という大使ですよね、はい、それからあと外務省の佐伯参事官等々、大体外務省の佐伯さんと鈴木さんはちょっと意見が違うんです。違います ね、ちょっとじゃなくてかなり違います。はい、そんなに心配しなくていいと思う。金正日の最大の誤算はね、日本に世論があったってことなんですよ。彼のとこは世論がない、だから彼のとこは反抗せばそれで決まりだというわけでしょ、とか日本はね世論があって、それが今ね外務省もねその世論に逆らって動けませんから。これ今こそね外務省を盛り立て勇気づけ、使命感を与えて仕事をさせる日本外交再建の一番の転機だと思います。今回はね、挽回の転機、今回ね初めてなんですよ。これだけ外交交渉に国民が注目っていうか関心を持ってくれたって、ただその世論を受け止めて交渉する指導力がない総理だから、世論があるから世論操作をされてるっていうような仕事でもなくて、鈴木さんだからね現地では、それはそうだけど、大丈夫だよ、匿名全権という地位はそれほど重いよ。覆すわけじゃないですけれども、今までの日本の北朝鮮に対する態度と比べると、なんか国民全体が強気になっているというような動きが、大丈夫なのかなという不安もちょっとあるんですけど、あなたね、はい、一番いいとこ指摘するんだけど、どういうことかというと、じゃあお前のことも付き合わないよと、ね、お前らみたいに非道な国とは付き合わないと、何でも勝手なことをしろと、これ言えないんですよ。それじゃなくて勝手なことをするんですから、はい、あのテポドンっていうのがね一番良かったのは、太平洋に落ちなくて東京に落ちていれば終わってたと。そうですね、であれが日本に起こったとしたらどうするかと。まあ、ミサイルですから核が入ってたわけじゃないですから、それはその被害としてはそんなに大きなあれではないですけども、しかし相当やっぱりあの日本にとってはショックですから、あれがもし日本に落ちてたらもう全然北朝鮮に対するあれは変わってたでしょう。いや私はね、日本がね核保有したと思いますよ。日本は核保有します。それは浜子さんが先手、いやそうじゃなくて自然にですねそういう方向に進んでいくであろう。だからそういうことにしてしまってはダメだから、北朝鮮と相談して太平洋に落とせということで落としたのではないのかっていうのが、ねえねえねえ、もう、そのもっとさ、みんな北朝鮮っていう国はどういう国になってほしくって、日本は北朝鮮とこれからどういう関係を持ってきたいのか、そこをみんな共通のなんていうのかな、未来図を持った方がいいと思うんだよ。未来図は一つしかないですよ。何ですか？分かってるんですよね。夫婦が一緒になるってこと、友達が友達になるってこと。ただね、やる手はね、いくらでもカードはあるんですよ。はね、金正日独裁体制打倒ですよ。あれを打倒すれば、初めてアジアに平和が訪れる。それは否定するわけですよね。でもね、ただね、これ打倒したからといってね、じゃあ次はどういう政権ができるかの展望がないんですね。例えばそのイラクでもね、サダム・フセイン体制を倒して、まあ、クルド族とかいろいろ言ってるけども、受け皿がないんですよね。これね、北朝鮮の場合は全くないでしょ。一番いいのはね、ソ連がやっぱりロシアになったのと同じで、やっぱりいろんなあのメディア見せたりですね、資本が入ってきたりして、ね、やっぱり自由化する、市場化する、それが一番だと思うんですね。それが一番ですよ。田島さん北朝鮮に行って宣伝してくれる。ああそうね、そう受け入れるわけないじゃないよ、あんたもロシアだから。いや北朝鮮田島さんいるよ。なんでだって社民党だったんだから。またそうだ
昨日全国で投票が行われた衆参7選挙区での統一補選、そこにはさまざまな愛憎劇がありました。長田氏、私はやっぱり政権取り属してよかったと思いますよ。田島陽子さんが何社民党の議席から言ってた犬の遠吠え、誰もまともに聞いてもらえない。つまり政界再編後は、私はだからその自民党にもたくさん問題あること分かってますよ。しかし我々はそんな富美代子さんみたいにダメだから出るみたいな、あの無責任な政治家じゃないですから。政党を否定した方、政党を肯定している方、そして今回政党色を出さない方法で戦ったこの方は果たしてどうするのか。先生どうしましょう、あのハゲは。あの人はね、何も分かってないの。国会議員の身分は党よりも重いってこと、あれ勘違いしてるバカなんだよ。そんなの偉そうなまま言って、それから私が発言できないなんてことはないんですよ。ちゃんと3つ残してた委員会のうち確か1つになっちゃいましたけど、きちんと質問時間もありますし、今度またいろいろ工夫すれば代表質問もできる。私社民党にいたらこれから6年間代表質問できないかもしれないぐらい、もう社民党の参議院は小さくなっちゃってどうしようもなかったんですよ。なんで社民党辞めたんですか。はい、なんで辞めたんですか。もういいです、それは散々言いましたから。はい、またでももう一つ、あのさっき VTR に出てましたけど、江田健二さん、あの無党派層を狙う江田健二さんのやり方、なかなかしたたかな方でいらっしゃるようです。桃もね、発言の仕方がね、非常に丁寧だったね。あの普通票を計算しない人はね、言いたいこと言うんですよ。ただね、彼自身はまあその短い期間だけど総理秘書官やったからお分かりなんだろうけども、1年生議員で無所属でね、政界再編のそのなんとかになるなんて、その誰も相手にしませんよ、うん、それは衆議院では、うんうん、現実問題としてそのじゃあこれから何かなすと言ってもですね、これは非常に自分の無力感をかみしめることになると思うな。でも結局そうすると自民党に戻る可能性は、自民党いりません、公認出したんだから、うん、支部長がいるんですからね、自民党いることはありません、うん、山形とか新潟みたいに、うん、もあ鳥取もそうですよね、うんうん、あの自民党に対峙して頑張ってて、あれはね、結局入っちゃうじゃん。あれはね、だけどね、その候補者もね、候補者も無定権 無方針ですよ、うん、ね、どこでもいい、ダボハズみたいにどこでもやってくれれば、もう右に左なんて行くのも集体だしね、でそれをその公認するというのも集体だしね、もう本当にそのなんていうかな、政治家のその倫理が地に落ちてますな。やっぱり山本さんあたりからお説教しなきゃいけませんね、これ。やっぱり無所属ではやっていけない。今日はいいです、今日は大丈夫、今日はいい。でもね、もう私の理想はやっぱりもう全員もう個人名で無所属でもいいから、いろんな問題によって、脱原発でもいいし、この拉致問題でもいいし、賛成反対ペンディングでね、そこでみんなケンケンガクガクやって、それであの採決してって。田島さんっていいですよね。田島さんの考え方に賛成する人が60万票いるんだから、うん、この方で60万票いるんだから、私なんかだったら3万票ぐらいしかないんだよ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、普通の市民の人たちはね、国民はね、政党を嫌いっていうのはね、政党を嫌っていること自体が国民が政治参加してないってことなんだよ、これは。でもね、いやいや、政党があるんですか、右から左まで。ちょっと聞いて、ちょっと聞いて。例えば、それはなぜかっつったら、あんただけ喋ってんの。すいません。なぜかっつったら、政治みんな信頼してるわけでしょ。日本なぜが悪いかっつったら、自民党責任ありますよ。だって政党誰も信頼してないからこういうことになったわけでしょ。政治家信頼してない、政治信頼してない。これね、そこが一番の問題じゃない。信頼してないですよ。問題はね、これからはどうなるかわからないとすれば、これからの政治家がしっかりしてもらわないと困るんです。だけど今これだけ信頼がないときに、ね、どういうふうにするんですか。ないって自分のこと棚に上げて人のことばっかり見ちゃダメです。いやいや、それはね、自分の方が議員の方は大変ですね。たった2人でこれだけ大喧嘩になってしまうと、あれは何かの意味だったら立ち回るわけがないという感じがしないので、もう私も頭真っ白になってしまう。申し訳ございません。